6月20日、松山市三崎町の甲信庵史跡庭園で、芭蕉と茶道と題された文化講座が行われました。これは NPO 法人 GCM 甲信庵クラブが定期的に開いているもので、各回テーマに沿って地域の歴史や文化などを分かりやすく解説するものです。今回は甲信庵の庵主栗田茶道と松尾芭蕉について講義が行われました。開園当初からずっとこの講座は継続して行っております。江戸時代の茶道がいた時代の文化を中心にしまして、あと愛媛や松山の、文化について、みんなで学ぼうという講座になってます。この講座はまた8月に第3回目が行われるんですが、その前に7月の18、19日がちょうど小林一茶が松山にやってきた年から数えて220年目にあたるので、北条の一茶が訪ねたあたり、それから三つも訪ねてますので、三つを訪ねていくような講座を計画しています。7月の18日にまず座学をやって、19日に現地を回ろうという計画立ててますので、ぜひご参加ください。参加者たちは熱心に講義に聞き入っていました。7月には小林一茶が愛媛を訪れて220年を迎えることから、それを記念した講座も行われるとのことです。